シエリチャンネル。こんばんは。今日は最近のナイトルーティーンを撮っていきたいと思います。今日はですね、夫と娘の方が早く帰宅してたので、ワンオペじゃないバージョンでお届けしたいと思います。もう夫と娘は部屋着に着替えてますね。自分もアクセサリーを外して娘とのスキンシップタイムです。もうね、1歳4ヶ月になってだいぶ重たくなってきました。意思疎通もできてきて、すごく成長を感じてます。この時はね、パパが投げキスを教えてます。行ってきますの時にやったりしてますね。なんかね、この日影がいい感じにエモかったです。では私も部屋着に着替えて料理をしていきます。我が家は私が料理担当で、夫は洗い物と掃除担当です。そんな感じで家事分担を徹底してます。そんな今日は夫の大好物を作っていきます。このメニューはクックパッドを参考にしたんですけど、めちゃくちゃ簡単なのでぜひ参考にしてみてください。まずピーマンを縦に切ってごま油で炒めます。ピーマンが焼けてきたらちょっと片方に寄せて合いびきミンチを炒めます。火が通ったらキムチを投入。これでね、だいぶ味がついてくれます。もうこれね、結構終盤の工程なんですよ。めっちゃ簡単やし、今のところピーマンでしかまな板と包丁使ってないですからね。それがめっちゃ楽でありがたいです。こうやってなじませるように軽く炒めて、でその後にですね、焼肉のタレを 50cc 入れていきます。もうこれでね、味がしっかりつくんですよ。キムチと焼肉のタレで味付けするだけでめちゃくちゃ美味しいおかずができるので超おすすめ。まあ、これは夫も大好きなメニューですけど、子供にも大人気なメニューだと思います。まあ、ちょっとまだ娘にはあげれないですけどね、味が濃いから。で最後に水溶き片栗粉を入れてなじませます。娘のご飯も準備して、ご飯に盛り付けていきます。これね、ご飯何杯でもいけます。それぐらい簡単やのに美味しいです。できました。超簡単キムミンチ丼。楽したい時は基本これですね。で娘のご飯はこんな感じ。ほとんど義母が作ってくれたご飯です。いただきます。なんかね、最近ちょいちょい食べ物にも好き嫌いが出てきたりとか、もうたまに拒否ったりとかもするんですけど、なんだかんだ言って最終的にはちゃんと完食してくれます。で今日は夫がいるので娘のお風呂も担当してもらいました。いつも動画にするのはワンオペの時なので、こうあんまりスキンケアのこととかじっくり紹介できなかったんですけど、今日はお風呂で使ってるアイテムやスキンケアなどもご紹介していきます。このクレンジングね、さっぱり感としっとり感が共存しててめっちゃ使いやすいです。薬局にも売ってるので最近気に入って使ってます。でシャンプーとトリートメントはこちらのナインファーミングケアシャンプー&トリートメントを使用してます。このシャンプー使い始めてついに2本目に突入しました。このシャンプーは軽やかな仕上がりになるところと、とにかく泡立ちがいいところ、頭皮の汚れをすっきり洗い流すことができて、軽い仕上がりなんですけどちゃんとツヤも出るっていうところがポイントみたいです。すごく気に入って使ってます。でトリートメントなんですが、9のトリートメントは髪悩みに合わせて選べる3つの種類で構成されています。
私が使っているのがナインファーミングトリートメントのタングルという種類なんですが、こちらは細くて絡まりやすい髪におすすめで、他にもダメージ、乾燥が気になる髪に使えるドライ、ゴワつき、広がりがちな髪の毛におすすめなプーフィーという種類があります。もうね、これもあと2プッシュでなくなるところですね。で、最近これもお気に入り、割と甘い香りでしっとり角質ケアができます。お風呂から上がったらスキンケアです。敏感肌用の導入液を最初に塗って、次に使う化粧水とかの浸透を良くします。で、今日は一丁前に SK2 のピテラエッセンスを使います。なんかね、最近使ってみようと思って使い始めました。針が出ててすごくいい感じです。で、お気に入りのクオリティファーストのパックをつけて10分置きます。私は超インナードライ肌なので、保水力を上げるために朝晩必ずパックをしてます。はい、10分経ったのでパックを外します。パックを外したら顔周りちょっと拭き取ったりとかして、首周りやデコルテあたりも拭き取ります。これって残った液をつけていくことでスキンケアにもなるので、無駄なく使用していきます。で、パタパタパタと風を送って肌を引き締めます。で、最後に9点で買ったナンバーズインの6番のセラムをつけていきます。これも保水力を上げるためのセラムなんですけど、サラッとしたテクスチャーなので、この季節めちゃくちゃ使いやすいです。さっぱりした使用感で肌がツヤツヤになります。髪の毛を乾かして仕上がりはこんな感じです。髪の毛細いのにめっちゃ私好みの仕上がり。こちらはミニサイズもあるので、旅行とかお試し用にも便利です。実際この前沖縄旅行にも持って行きました。最近髪が短くなったので、お風呂上がりにドライヤーする時間も短縮されました。でも短いからいいやって手を抜いてるわけではなく、スキンケアと同様にしっかり汚れを落とすことと、その後のケアっていうのが大事なんだと思って毎日続けてます。それでは今日は家族でゆっくりしたいと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。